フランスは、ファフデ・クラークは、南アフリカ共和国、ムプマランガ州エシャンゼニグーンム・ボンベラ・ネルスプロイト、出身のラグビーユニオン選手。ネルスプロイトのラースクール・バークランドに通学している、時に、ラグビーと出会ったという。プレトリアのウォータークルーフ地区にある、ホースクール・ウォータークルーフに進学し、そこで本格的にラグビーに打ち込んだ。 ユースチームでのプレーを経て、2012年から2015年の3年間、ネルスプロイトを本拠とするプマスでプレーし、2014年にヨハネスブルグをホームとするスーパーラグビー球団であるライオンズに移籍した。フランソワはライオンズでは2017年までプレーしたが、その間に2016年と2017年の2年間、ゴールデンライオンズに参加した。2017年からは、 イングランドラグビーユニオンのプレミアラグビーリーグのトップリーグのチームであるセールシャークスに移籍2018年12月31日にはセールシャークスとの契約を2023年まで延長することに合意したフランソワは2016年にアリスター・クーツィーが率いるラグビー南アフリカ代表に初招集された同年6月のラグビーアイルランド代表との テストマッチ3連戦にて代表デビューを果たした。2019年に日本で開催されたラグビーワールドカップ2019ではスプリングボックスのメンバーとして出場。スタンドオフのハンドレ・ポラードとのコンビで試合を組み立てる役割を担い、特に10月20日のクォーターファイナルでの対日本戦では攻守に渡り、 活躍、後半26分には自らトライを決めるなどしてこの試合のマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。さらに11月2日のイングランドとの決勝戦では持ち前の運動量と守備でイングランドを封じ込め、南アフリカに3回目の大会優勝をもたらす立役者となった。ありがとうございます。